んばんは、大学大好きチェン君です。本日はこいつです。ドゥルル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 ルウーモとかなんかその辺も全部宝トミー、おもろって思ったおもちゃが大体宝トミー。これはもう困ってます。今回はどんなおもちゃかと言いますとですね、なんと日本おもちゃ大賞2019でイノベイティブトイ部門で優秀賞を取ったおもちゃです。どういうおもちゃかというと、たくさんお世話をするとフクロウが飛びます。だから普通にしても飛ばない、でもお世話をしてちゃんとこうくすぐったりとか、なれなれしたりとか、こう抱っこしたりとかしてもゲップなんかもするらしい。ゲップなんかもしてる中でちゃんとこうよし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 ってやると飛ぶんだって。飛ばすよ、オープン。まずはこの檻の中から出してあげないといけないですからね。かわいそうにね、こんなかわいい顔して。ちなみにこの子、白とピンクと2種類あります。よいしょ、よいしょ。キリスト様みたいなって、ほらワイヤーで固定されて、オウリー、ああ神の子オウリー、モノマネしまーす。まずは注意事項、半径2メートル周辺にテレビなど電化製品を置かないでください。はーい、ちゃんとね、広いところでやってください。オウリーの世話をしよう、遊べたりしましょう。まずはこのタグ外します。タグを外してオウリーをセットします。お、すげえ、お、かわいい。あー、はいはい、寒い寒い、目の色で機嫌がわかります。青色の時は寒い時、寒い寒い、よし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 、黄色になった、お腹すいた、お腹すいた、はい、お腹すいた、はい、どうぞ。お、食ってる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 、違う、アイドル食べてる食べてる食べてる、歌ってる歌ってる、イエー、ハハ、オンオンオン、よし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 、あ、これこれ、お腹さすってるから笑ってんだこいつ、何かと思った。うぇー、めっちゃ笑う、めっちゃ笑ってる、すごい。今日じゃない、今回。おー、ゲップしてる。どうでした？すげえレパートリーいっぱいある。笑ってる場合じゃないよ。飛べよ。大きい声じゃ言えないんだけどさ。飽きてきたよ。ねえ、飛ばないよ皆さん。俺はあやすのが下手かもしれない。飛ぶ練習が必要なんだって。目が白色になったら飛ぶ練習が必要なんだって。白だ、飛ぶ練習しろ。おっ、おー、来た来たんじゃない、なんか聞いたことない音してるよ。おー、え、おー、え、うわー、うわオリ、オリ、生きてるか、オリ、オリ、あ、オリ、オリ。あ、笑ってる、よかった、あ、よかった、一命を取り留めました。オリが一命を取り留めました。皆さん、いや、のんきだな、おい、しー、皆さん、あのですね、まずオーリーの目が白くなったら飛ぶ練習をさせてあげると飛びます。でもカメラとか近くに置いてあると今みたいになるから、もう本当に広いところでオーリーを飛ばしましょう。これはめっちゃ楽しい。バーイ。